ヒバリクラブご覧の皆様こんにちは。落語会の皆さんこんにちは。えー、今日はですね、えー、学生っていうか若者ですね。えー、まあある程度年配の方から見れば、今の若者って一体どう言うんだろうかという心配はいつでもあるんですね。えー、自分たちの次の世代を、担う若者がですね、まあ新聞とか、例えば見ると非常に変なように見える。もしくは街に出ると、 なんか無責任そうな若者がこう、ブラブラしてる。まあそういうのを見ますんでね。えー、若者に対してやっぱり心配してるわけですね。私はまあ大学でずっと教鞭をここ30年ぐらい取ってきましてね。えー、日本の若者はしっかりしております。それから日本人としての誇りとか、真面目さとか、そういうのを持ってますね。で、今日はですね、まあ成績と若者っていうことで、 えー、昨日と今日はですね、一つのつながりなんですが、昨日は僕がですね、大学に行って成績をつけ始めた。最初は、いい答案のいい成績をつけて、悪い答案を悪い成績をつけるって当たり前の方法だったんですけども、それは何か人間に対する私の特別な評価っていうものが入ってるんじゃないかと、こう思いましてね。それで、えー、私の講義を受ける前と講義を受けた後の 成績を比較して、うんと伸びてる人、まあ、特に僕が重要したのは伸びてるというか、その私が教えた講義の本質が分かってない子が分かるようになる。これがまあ一番いい成績。もともと分かってるような物理のいい成績なんだけども、それがさらに分かったっていうのが、まあまあその次っていうぐらいの評価をしましたら、それが <laughs>、ものすごい反撃を受けて大失敗をしたと。私も自分の至らないところが分かった。ということで、 それから2年ぐらいはまた従来のいい答案にいい成績をつけるっていうのに変えましたね。それはまあ批判があればそれを素直に <laughs> 耳を傾けなきゃいけませんからね。そしてその間また考えたんですよ。一体成績はどうつけるべきか。それでですね、その次に採点を始めたのが実はどういう方式だったかっていうと、もう事前にですね、 最初の講義の日かな講義ってのは15回あるんですね。普通はですね。まあもっと長いのもあるんですけど、まあ一応15回。最初の第1回でですね、この講義の採点は、最後に黒板に書いた問題を皆さんに書いてもらう。その時に好きな問題をあの選べばいいから5問ぐらい出すので、そのうちの1問か2問。まあ、これは自分が好きだっていう問題を解いてくださいと。で、採点はですね、えー、内容によって、 決めるんじゃなくて、長さだけで決めますと。<laughs> A4 の紙は29センチ4ミリだから、半分まで書けば50点。えー、落第ですね。それから、6割書けば60点で合格。こういう風な採点ですから、えー、長さだけですから、あのー、心配なく受けてくださいと。こういうと、みんな最初の年はわーっと笑いましたよ、みんなが。<laughs> えーとか言ってね。な、ま、ん、あ、だけど、学生間はコミュニケーションがすごく行き届いてますから、 もう2年目からは、武田先生の講義は長さだけだっていうのがもう行き渡りましてね。で、まあ、えー、そういうことでやっておりました。えー、っと、こういうことは本当はちゃんとしたことで議論したりしなきゃいけないんですけども、大学っていうところは頭の硬い先生が多いということと、それから対面っていうのを非常に重要視しますから、まあそういうことを書いてね、えー、やるっていうのは不届きもんだってこう言われるので、まあ僕は、 まあ、あの、学生に言ってやったと、まあ、いう感じなんですね。それで、まあ、14回の講義を終わってですね、15回目に、えー、試験問題を出す。まあ、約束ですから、白い紙を配って、みんなに、とにかく、白い紙だから、学籍ナンバーと、名前だけ書いてねっ、つって、それを書かせてから、黒板に問題を5問書くと。1番これこれ、2番これこれ。え少し、 種類の違う問題を出すわけですね。まあ、あの、最初の1番から4番までは、まあ、普通の問題を出しました。5番は、ちょっと僕の講義だけでは、あの、理解できてないと思うけども、まあ、さらに上級ならこのくらいの問題が解けるっていう、学生にはちょっと難しいかなって問題を第5問っていう、そういうふうに、あの、やりましてね。それは、あの、私に文句言ってきた学生がいますよ。やっぱ真面目な学生で、 先生はあんなこと5番目の問題だけど、そんなこと教えなかったじゃないか。<laughs> こういうふうに文句言ってきた学生がいますね。僕はその学生に言ったんです。え君はなんか自分で勉強するってことはないのだって講義っていうのはあなたが大学で勉強することをアシストするだけだから、<laughs> 助けるだけだから、別に大学に入って大学の先生が言ったことだけを覚えればいいってことじゃないよと。やっぱりあなたが大学に入ったんなら、 あなたの目標。自分はこのくらいの力をつけて大学を出たいと思ったものは勉強してるだろうと思って、まあちょっと一個出してるんだって言ったら、その学生はね、ギャフンと来てましたよ。あもう反論しませんでしたね。まあ、学生は素直ですから、そういう感じなんですね。で、えー、まぁ、あ、一問でも二問でもやったらいいよって言って。それで白紙の問題にみんな一斉に黒板を見ながらこう取り組むわけですね。 だから、結局、それで、それを採点、まあ僕一応目は通すんですけど、採点するのに、僕が研究室の大学院の学生にね、ちょっと答案を渡して、おい、これちょっと採点してくれよって言ったら、それは大学院の修士課程の学生も、博士課程の学生も、それは先生これダメですよ。採点は先生がしなきゃって言ったら、いやいやいいんだ。 長さを測って、29センチ四ミリの半分だったら50点。長さだけだからね。っ,って。<laughs> まあ、研究生の学生にもそれ知っておく必要があるんですよね。ええとか言ってね、あの、採点してくれましたよ。<laughs> それで、長く書いてあれば、もう下まで書いたら100点ですからね、なったって。それで、こう、そういう方式で始めました。そしたらね、まあ、最初の年に僕がびっくりしたのはね、それまで4、5年、 講義してきましたよ。それもまあ、大学に就職して最初なんか一生懸命講義しますよ、真面目に。ね。まあ、その頃もう5、6年目っていうか、7、8年目にかかってましたかね。えっ、ー、と、まあ、普通の講義でしたよ。ところがね、試験をして採点してる時の答案よりかね、長さだけで中身関係ありませんよと言ってからの答案の方がが全いいんです。 内容がもう全然違うんですよ。<laughs> これにはもう一番びっくりしたんですよ、僕。え長さだけでいいって言ってるのに、前よりかいいなと。いいっていうかね、桁違いにいいんですよ。あもちろん、物理の答案ですからね、25.35って答えだったら22.35だったら丸なんだけど、そこへの童貞とか考え方とかもう全然質が違うんですよ。分かってるんですよ。<laughs> これでね、 考えてみたら当然かもしれないんですね。おそらく小学校の時はそんなことないでしょうけど、中学校、高校とね、おそらくね、要するに、試験に通るために勉強してきたんですよ。受験も大学に通るために勉強してるんですよ。つまり常に勉強のための勉強じゃなくて、自分の力をつけるための勉強じゃなくて、何かこう段階を踏むための勉強なんですよね。それしかしてないんですよ、実は。 ええ、悲しいことに。初めて内容は見ないよっていう試験にぶつかったわけですね。もちろん僕もあの多少の細工はしますから、教育省の。まあ僕なんか君たちなんかの社会人になってから君たちの将来の責任なんか全然負わないよと。だからできてもできなくてもいいんだと。メスリ企画ね。<laughs> もうリサイクルできるなんて検討外れのことか出てたって僕関係ないよと。だけど、まあ君たちの人生のためにはやっぱり せっかくね、授業料を親が払って、だいたい親が払ってますから、親が払ってね、あんたたちの貴重な青春の時間をね、こんなね、机に座ってね、時間もったいないんだと。だからやっぱり意義のあることした方がいいんじゃないのと。何しろ僕の問題は、試験は長さだけだからね、別に他のことしたって書けるからって、こう、こういうようなことを時々講義の合間の雑談の時に言うんですよ。ええまあ、全然構わないからね。 で、そうするとね、学生はね、あれ俺何のために大学来たのかなとかね。<laughs> それから、そういえばそうだよな、親に金出してもらって、講義受けて、あの、勉強しないってのも変だよな、とか、多分、多分思,思うんですよ。多分思う。それが、答案にもはっきり出てるんですよ。つまり、それまでは、ただこう、答えればいいという答案なのに、その、長さだけで決めるってなってからのね、答案っていうのはね、 内容が分かってるんですよ。<laughs> 内容が。これで僕はもうびっくりしてね。まあ、これなんだと思ったんですよ。で、この、えー、方式をですね、えー。そうですね。まあ、えー、あれはね、もう10年ぐらい続けましたかね。それもね、いろんな大学。まあ僕は名古屋大学が主務だったんですけど、名古屋大学はまあ偏差値も高いしね。まあ一応、一般的に優れた若者が、 来るというふうに言われております。本当はわかりませんよ。まあ、だけど、受験は良かったんですからね。それから、あ偏差値が50を切るような、まあ、外から見たら、ポンゴス大学だなんて思われてるところでも、あの、やりました。それから僕、多摩美術大学でも教えてたんで、多摩美術大学でも同じですね。で、いろんな大学でやりましたらね、えー、もう、あの、学生の優秀さとか全然関係ないんです。どこも同じなんです。え、あの、多摩美術大学なんてのはもっと優れてましたね。 下まで書けばあったらね、他は全部僕教えてるの工学部ですから、真面目な学生だから、きちっと書くんですよ。ね。だから、幅も一応幅があって、きちっと書くんですよ。ところがね、美術大学の人は一人だけでしたけどね、なんか10年間ぐらいで一人だけだったかな。縦に書いてきた方がいきますよ。縦にこう、横の線が引っ張ってある用紙なのに、縦にこう書いてきましたよ。<laughs> いや、素晴らしいと思いましたね。 で一番下までだからもちろん100点ですよ。幅は言ってないんですからね。だから、そのくらい頭が柔らかい方がビジスタイルとしては多分優秀なんでしょうね。え、それからね、あの、たまビジスタイルが僕の絵をね、顔の絵をね、途中に描いて、5、6行描いたら僕の顔の絵をこう、でかく描いて、またちょこちょこちょこっと描いて、下までってなりましたね。あの、高学部の学生はね、やっぱりどんな学生もきちっと描いていくるんですよ。 そういうふざけた答え、あの、答案を出した人は一人もいません。ええ、何百人と言いましたけど、一人もいません。だけど、ともみはですね、わずか60人か80人ぐらいのクラスを教えてるだけですけど、そういうのが何人かいたんですね。だけど僕は、あの、工学部の学生もね、そういうこう、とんち中か、なんかそういうものがあった方がいいような気がするんですね。まあ 日本は非常にこう技術が優れてますけども、技術製品ですね。電気製品だとか、そういうの自動車とか優れてますけど、やっぱこれは真面目にやるから優れてるんですね。ですからまあ、工学の学生が長さだけで決めますよっつったら、ちゃんとした幅に書いて、長さはまあ短くても長くても仕方がないと思うのが、これ日本の技術者だからしょうがないんですけどね。まあ日本の技術にもう少し面白みだとか、それから創造性とか、 そういうものを求めるならね、やっぱり玉火の答案のように、心が開かれてるような、そういうその答案をですね、書いてきてくれると僕も嬉しいという感じがしますね。あ、そういう意味じゃね、玉火大学で教えて本当にいいことがありました。僕はだいたい朝の9時から12時ぐらいまで長い講義をするように言われておりまして、それやるんですね。そして12時頃、ちょうど昼休み頃にですね、ちょっと片付けて、 そして、出ますと、学生がみんな、あの、学食で、学生食堂で食べてるわけです。で、まあ、工学部の学生だとね、もう食堂だったら食堂の中で食べるんですよ、きちっと。ところがね、やっぱり、美術大学の学生はね、解放されてますからね、食堂からちょっと出たところに、こう、スロープのついた芝生みたいのがあるんですよ。まあ、芝生みたいに気の利いたもんだったか、わかんないんですけど、まあ、そういうのがあるんですね。そこに出てね、友達と一緒にね、その、 緩やかな坂のところで、弁当広げて、弁当広げてっていうか、その、正教のやつを持ってきて、こう食べてるわけです。で、僕はその前通りますよね、その頃。ちょっと整理をしますから、整理してから。講義終わって整理して出てきますからね。そしたらね、先生、武田先生って声かけるんですあんなね、解放されたね、大学ってのは、僕は多摩美術大学が初めてで、そこだけでしたね。あと、元気な大学ありますけどね、やっぱり、 先生ですからね、相手が。大学教師ですから。やっぱりそんな簡単にご飯食べながら先生なんて声かけちゃうやっぱり失礼だと思って、多分それで自制してんだと思いますね。ところが、あの、やっぱり美術大学ぐらいになると、<laughs> 僕が馬鹿にされてんのか知りませんけど、あの、すごく親しみやすかったですね。まあ、いろいろ、あの、美術大学の子はやっぱり悩みもあってね、よくお手紙もらいましたよ。 えー、あの手紙、長い手紙でね、自分は何に悩んでるかと、どうしても打破できないっていうのはね。それからあの、えー、デザインの学生は比較的現代的ですから、まあそういうことないんですけど、絵画の学生なんかはね、やっぱり感情の起伏がデザインの学生よりか大きいんですね。そして本当にね、立派な、まあちょっと、こう、美術展に出して売れるんじゃないかと思うくらいのね、いい絵をね、あの、送ってきた学生がいるんですよ。 まあ、その学生にね、僕、お礼も言ってないんです。あの、先生だから学生にお礼言うのもなんだなと思って控えたんですけどね。いや、本当にこの席を持ってお礼を申し上げたいと思います。まあ、本当に大した作品でしたし、私の講義を聞いて、どういうふうに自分の考えが変わったかってことを絵に描いて、絵は全然そういう絵じゃないんですよ。あの自分の考えがこう変わりましたなんて書いてるじゃなくて、その絵を見ると、 僕の講義を聞いて、自分の考え方とか、自然の捉え方がどう変わったかっていう絵なんですよ。いやー、まあ素晴らしくてね、<laughs> 歓迎した思い出がありますね。まあ、そういうことで、この方法を、つまり、黒板に5文書いて、自由に書かせるというようなことをですね、そうですね、あの、随分長い間でやってきましたけど、非常に良かったですね。これあの、ジャパンタイムズがね、 その話を聞いて大きな記事にしてくれまして。ジャパンタイムズの記事のリストでもトップの方だったっていう話を後から記者さんに聞きましたけどね。僕はやっぱりね、あの、若い人はね、年よりはだんだん人間っていうのを続けてくるとずるくなるんですよ。<laughs> ずるくない。だけど、人間って若さってのは非常に大切で、若い学生だからね、やっぱりそのまま受け取って、 そのまんまやるんですよ。その後僕、地方教育審議会の専門委員でね、大学受験なくした方がいいとかいろいろ主張しましたけど。そしたら皆さんはね、試験がだけは勉強しないっちゃうんですよ。僕はこの経験を通じてね、人間っていうのは特に若いうちね、ずるくならない。あの人間は必ず特に日本人の場合、年を取るとずるくなるんですよ。損得考えちゃうんですよ。だけどやっぱり学生はね、特に男子学生はね、 えー、ずるくないですよ。本当に魂がありますね。だからそのまま、日本社会がもしね、まあ、あの、今も政治家とか学者とか、官僚がずるいんでね、その影響を受けちゃうんですけど、本当は、現在の若者の気質はね、やっぱり大人が決めてると思いますね。まあ、そこのところでいい経験をしました。それで、若いということがどんなに素直で、どんなにちゃんとしてるか、ということも、この、 長さだけで決める採点という経験で,ですね。私が学んだことであります。